出会いが欲しい。一高校生が突然何言ってるんだ。彼女が欲しいって思うんだけど、まずは好きな人を作らないとだと思うんだよ。そんなのクラスの女子から適当に見繕えばいいだろ。見繕うとか言うなや、女の敵かよ。残念だがその女側の発言なんだよな。まあ話戻すと、うち中高一貫校だし、もう大体の人顔見知りなわけよ。だからなんか運命の出会いみたいな、そういうのが欲しいなって。お前バカだから運命だったとしても気がつかなそうだけどな。いや運命じゃなくてもこうなんか劇的な出会いみたいな、例えば可愛い子が転校してきてとか。はあ、そういうのほんと良くないわ。え、なんで？転校生イコール可愛いという間違った方程式を覚えて無意識に転校生を傷つける、フィクションに踊らされる悪しき習慣だよ。なんだその方程式。昔100年に一度の美少女ってのが流行ったろ。その影響で当時顔の詳細がわからない女の子がやってくる転校生イベントはさらにハードルの高いものになっていた。そうなの？男子は夢見がちなバカばっかだから、転校生美少女来るかな、初日にくくっちゃおうかなと騒ぎ立てる。まったく、100年に一度って言ってるんだから、そんなポイポイと美少女が出てくるわけないだろうが。いや知らんけど。そんなバカな男子たちのせいで上がりまくったハードル、もとい高飛びのバーを全力でくぐっていった普通の転校生の女の子、それが私だ。お前かよ。なんかごめん。